大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。はい、ということで春の甲子園に向かってきましたよということで、特訓と、合宿によって選手がだいぶ成長したので、ご確認お願いします。高橋さんが、レーザービームとアベレージヒッターチャンス B になりましたね。うん、これとんでもねえ強さホームランのオーロラさん、そしてチャンスを作る田川さんという形でいいじゃないですか。うんうん、チャンス B ね。でその、オーロラさんはっていうと守備職人がついたかな。守備職人と逆境がつきましたかね。うん、すごい選手になりましたね。これは逆じゃないかな、3番でいいよね。やっぱね、3番4番田川さんって感じで、でルイリさんは守備職人とムードがついたかな。うん、守備職人守備職人何人職人おんねや。うん、で衣笠はなんかついたっけ、わかんねえ忘れた。で福地くんとかが、また守備職人とかついたんかな確か。うんうん、確かね。でピッチャーはピッチャーそうでもねかったっけな、そうでもねかった気がすんな。威圧感はもっともっと持ってたっけ。対ピンチは外れたもんね。まあまあこんな感じで、はいですです。はい、公式戦やっていきましょう。まずね、まず体を清めていきましょう。守備職員とかね、いっぱいおるからね。さあ、春の甲子園、頑張っていきましょう。さあ、注目選手、谷、福地、ルイさん。谷くんかな、打ち気やしな。ザ、打ち気。古田は違う古田よね、あれね。4番古田ですけど、ファースト守れ、ファーストかどうかわからんけど、守れるとこおるけど。星くんね。どこの選手かは知らんけど頑張っていきましょう。春の甲子園なかなかね勝てないからね。1年生2年生チーム、茨城甲子園大会1回戦第2試合の模様をお届けいたします。シェイ強豪高校チーム、三塁側栃木、よろしくお願いします。さあ、おっと C、 しかも投手力がそんなない。これいける気がすんな。打ち勝てそう、打ち勝てそうだけど、谷君は、まあ、ラッキーボーイの人です。今日はラッキーボーイ君です。一応、古田見とく。いや、別に見んでもいいよね。おっとし、エースがこの人だけってことか。かその説あるな。おっと、脳筋、点取ってる。なんかあったんかな。ホームランかな。ホームランっぽい。おお、オーロラさんのホームラン。なるほどね。なかなかやっぱ打たせるのって難しいやな。てか、ホームラン。なるほど。よう、打つの、おい。谷くん、流し打ち、強振流し打ちとかしてみる。やっぱ脳筋っぽく。おー、よい。風が逆。逆風の中、ホームラン持ってたんかな。ワンアウトランナー二塁。この辺からね。究極の思考になった、臭いところ。ワンアウト二塁。さあ三振が欲しい。ガーン取れるんじゃない。うわ、取れんのか。もうちょい走るか。肩プワーやな。肩プワーですよ。いいところに持ってったな。しかし危な、あんまり打つチームじゃないよ。ナイスライナー。変化球かな。あ、そうそう、ちょこちょこ性格を変えました。うんうん。本じゃなかった。ポイントがパーフェースやってたらめっちゃ溜まってたんで、変えました。だから、例えば、衣笠が打ち気やったのがごく普通になったりとかね、うん、してます。やっぱ育ちやすい方がいいからね。打ち気はさ、やっぱ補給、いって補給とかしか上がらんからね。引っ張り。さあホームランバッターに、待ってね、パワーヒッター持ってるよね。そう、パワーヒッターとミートがやっぱ低いけんかな、なかなかホームラン打てませんけど。おーしい、おーしい。プルヒッターやったらな、あれプルヒッターやったら切れんかったんやけどな。さあ、なんか知らんけど点取られてます。なんか知らんけど点取られちゃいました。おー、ちょっと全然ちょっと打てんな、おい。ちょっと打てませんぞ。ワンアウト1、2塁。ああ、まあまあ、まだワンチャンある。まだワンチャンありますね、これは。くせ者使っていきましょう。どうします？でも、
すごいいい選手ですよ。意外性あるな。こう意外性の場面。そんなことない。バテた。うおー、足押せ。セーフ。足押せだ、おい。さあ、ピッチャー変わった。ここは、ルイさんに盗塁してもらおう。ゴー！ちょ、サード走ってくれてた。セーフやったな。サード走った、セーフやったな。セーフティーバントはでもな、さすがにツーアウトじゃな。なかなかやる勇気は。おこれは余裕でセーフ。あれ、エラーなんや。エラーか。まあまあ、点入ってしまえばこっちのもんですよ。さあ、ここ。ここは、やっぱり転がせ。アベレージヒットあるからね。あ、待って、これ盗塁しよう。もうやっぱ足でかき乱していくチーム。素晴らしい盗塁。素晴らしい。うち、あ、一回横待ってかな。もう一球待っていいと思います。シャー、ノー、キン、キン、落ちる。オッケー。いいね。やっぱ、盗塁、足をね、足でかき乱す。これ完璧。セーフティーバントがある。セーフティーバントあるね。内野安打丸ついてほしいな。セーフティースクイズ。ゴー！うおー、セーフ。なんだこれ。足はある。足はある。ホームラン打てる。そしてこれヒットも出る。すごいチームやな。いやー、これが本当、3番、4番になると、ちょっと本当に末恐ろしかですね。あっちゅう間に逆転やしね。わお。ワンアウトランナー2塁。まあ、ここは1点覚悟の場面。究極の思考。究極の思考って、おお、ストライクを取れ。6。ストライク取った。アウト。さあ、7回ですからね、打たせて取れ。強いね。強いよ。やっぱ金はね。谷、オッケー。もう絹笠帰るんだった。絹笠速攻帰ってくるんだ。オデラ。ラッキーボーイ。流し打ち。おー、ナイバッテン。おー、セカンドいける。これはスタンディングダブルですよ。スタンディングダブルですよ。ズサー。おー、スタンディングダブル。いいね。響きがかっこいい。スタンディングダブルって響きはかっけー。さあ、ピッチャーを変えていくスタイルですけど、変えるやつがいないっていうのもありますね。だから国木君に頑張って打ってもらいましょう。まあ、とか言いながら、ここは送りバントでしょうけどね。大丈夫。しょうがない。転がしてもらうとな、本当は。まあ、失敗でしょう。あれは見えんからな、あそこはな。まあ、走れやと思うけどね。思いますけど。さあ、うわおー。ちょ、セカンド、釘付けやな、おい。さあ、ルリさん。あ、そうそう、練習試合でルリさんホームラン打ったんでね。おっと、抜ける。あー、抜け、もうちょい。残念。ノーアウトランナー一塁。さあ、これ国木が出てますからね。国木が出てる場面なんで仕方ないんでね。取れるよ、足速いから。いやー、やっぱ足速いっていいね。野球はやっぱ足なんですよ。おっと、頭の上を越えられた。ジャンプするかと思ったら若竹。まあまあ、変化球。臭いところ。ライナー、臭いところ打ってくるとはなかなか。さあ、ここ大ピンチな場面。大ピンチな場面ですよ。しっかりと。よ。取れる。まあ、しょうがない。1点確保。9回は、頑張って、ロソロンさんに頑張ってもらわないかんからね。オッケー、大丈夫。1点はしょうがないけどもね。ここはもう勝ってますからできる場面ですよ。田川さんです。しかしここは盗塁も見える。もう普通に走ろう。盗塁ゴー。余裕ちゃんです。センター返しありますよ。さあ、田川さんお願いします。抜けろー。抜け。アベレージヒッターなのに。まあでもね、犠牲フライチックなやつで。さあ、オーロラさん、転がせ。
転がす強い。三振だけはどうしようねえけどね。おっとエラー。これサードいける、これサードいける、サードいける、サードいける、いける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 、いける、足速っ、すごいな。おお4打数4安打、響きがすごい。さあもう引っ張り引っ張り、ごく普通にしましたからね。おっとフォアボール。足速くしたっけ、そういえばまだよね。 B か、走れるな、このメンバーやったら走れる気がする。おお盗塁あるやん、ゴー、すげえ、完全に盗んでんじゃん、完全に盗んでおったな。流し打ちかなんかする。おお強いな、うん、すごい強い、なんか王者の野球、うん、やっぱ大分王者ですよ、うん、大分王者の野球ですね、これは。もう谷君はもう成長がな著しいよ、うんうん、足とかな得意なな、頑張って鍛えていかないかんな。オッケーオッケーオッケー、落ちる、まあそうはいかんか。さあ国木君ですけど、どうせ変わるんですけどね、変わるんであれですか。まあでもな、打てるか打てんかちょっとな、まあ黒江君出しときますか。ほんならワンチャンあるかもしれないな。お、ワンチャンある、抜けたえらい、えらくえらすんな、ほんとにワンチャンって。よっしゃー、さあこのまま上位打線に持っていってもう一回見たい、あのメンバーを。まあそんなわけにいかん、すげえ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 。さあここは、そのまま黒江君に頑張ってもらう。さあ次の1年生って何人入ってくるんだ、いっぱい入ってくるんかな。まあ動画の段階で、動画上げる段階でですよね、あの何人いけますよって書いとかないと分かんないよね。まあうちも分かってねえんだけど、何人いけるんだろう、どっか出るんかな。あーしょうがない、早球がまだ丸じゃないからね、しょうがない。何人かあるんかな、入学届。おおよし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 、やっぱ谷君だな、谷君なんとかせんといかん、打ち気だけじゃどうしようないもんな。147キロまで直球上がってます。フォークバックスやん、フォークバックスまで来てんじゃん。よし勝ちました。さあ効果、余裕余裕やったな、この勝ち方は強かった。よしたー、また夏で会おう。てててててれ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 、わかんねえ、大ヒットこれはとことん行くしかない、到達するは誰も知らない秘密の場所、おおおおその名はノーキンおー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 って、おー2回しか入っとらんけどねもうそれ間違っとくからな俺な、うん、まあほんと愉快な歌やぞしゃあオーロラさんが打っておりますと、勝ちました。黒江くん固め打ちになりました、ね、なんか下の方に見えてますけど、黒江くんのシュートが1から2上がった。もうちょっとね変化球上げていかないかな。谷くんがミートが上がってきておる、総力も増えてきた。高橋さんが、総力も上がってきた、肩が上がった、いいね、肩を B にしたい、うんうん、水野くんもパワー上がったね、福地くんパワーがもう本当、福地くん頑張ってね、ミート上げてね、そしてベルリさんのパワーも上がってきた、オーロラさんが総力 A、B になった、あ、まああんだけ盗塁したらそれは B になるわな、盗塁覚えてほしいね、そうやったらせっかくだったらな、うん、コントロール C といいね、もうエースっぽくなってきた、エースの風格や。溝口くんももうすげえな、肩が。エクニックが長球が増えてる。ソロンさんはシュートが、シュート覚えた、あ、そうか、やることなくなったんや変化球、もうフォークこれ以上ねえぞと、うん、いうことですね。そうか、田川さんも走力上がった、これでけえな、やっぱ
やべ、面白い、今ゲーム。今ゲーム面白いわ。あと3試合後なので、まあ、1-1踏みたいけどね。1-1踏みたいとこではありますけど。あ、2-1の方が良かったかな。1-1-1進んでみる。あればいいけど。発勝利ありがとうございます。DVD 交換券、これ持ってなかったっけ。おお、全国紙な。おっと、いいよ、1がいっぱい来た。スクラップブック、春の甲子園、初勝利収めるということでね。うん、黒い代打起用に応える。そうだよね、頭超えたもんだ。ピッチャー行けっつって。うん、ピッチャー行けみたいなね。じゃあ、DVD 交換券。あ、持ってなかった。よしよし。シャワーは後。なんだこれ。なんだこれは。ミートがあった。いちいち増えたけど、こんだけ増えてくのいいな。いいよ、ネケシド。いいね、いいね。で、シャワー入って。まあ、さすがにシャワーだけだったら。園さん、死んでよかった。園さん、誕生日おめでとう。園さん、おめでとう。永遠の16歳。はい、ということで、今日はここまで。2回戦目、頑張っていきたいと思います。負けたらプロがおるけどな。勝ちたい。では、今日はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、ちゃーん。